こんな事態想定してなかったわよ。そうよね、この世界ゲームじゃなくて現実だもんね。陛下、あの、何をおっしゃっているのですか。だから陛下って呼ぶんじゃないわよ、グッズ。うるさいわね。ピーチクパーチクわめかないでよ、イライラするわ。舌を噛まないように気をつけなさい。あなたに死なれると今はまだちょっと困るんだから。勘違いしないでね、これはお仕置きですらないわ。あなたは何も悪くないの。私の命じたことを一つも達成できず集会を晒し続けていたけれど、それはあなたの責任じゃないわ。可愛いキャル、いい子のキャル、私が甘かったのよね。あなたのことを人間扱いしすぎていたわ。単なる道具なのに。プリンセスナイトの力は強大すぎるし、あなたの肉体が耐えられないかと思った。ゆっくりちょっとずつ慣らしながら与えていたけれど、結果としてあなたは魔物を制御できずに役目を果たせなかったわ。それでも経験を積めば成長して成果を上げてくれるかもって期待してたけど、そんな時間もないし、なんだか面倒くさくなってきちゃったから、あなたの肉体を気遣わずにプリンセスナイトの力を全て与えるわ。それであなたが壊れちゃってもまた作ればいいんだもんね。トライアンドエラーを繰り返すのが成功の秘訣よ。次のキャルはもっと使えるいい子かもしれないし。ん？どうしたの？両手を広げてるけど、もしかしてキャルをかばうつもり？状況もよく分かってないだろうに。いい子ね、優しいのね。そういうところは変わらないのね。でも残念、これはゲームじゃなくて現実だから、お人よしの偽善者は早死にするだけよ。バイバイ。あなたはどうやらここでゲームオーバーみたい。
にも悪いし、あんただって嫌だろうけどさ、ちょっとだけ我慢してよ。それキース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 煽るんじゃない。やっぱり無理よ。早くしなさいっての。ほんと、どうやったら起きるのよ。医者も魔道具も貴重な薬も不思議なおまじないもいろいろ試したけど全部ダメじゃない。そういえば、眠ってるやつを起こす方法、なんかの本で読んだことあった気がするわね。運命の人のキスで目が覚めるなんてね。バカバカしいわよね。そんなことで目が覚めるんなら苦労はしないってのよ。ほんとバカバカしいわ。前の時はちゃんとできなかったのよね。今ならできたりして。ドキドキでございます。うわ何やってんのよあんたら。こっそり見てんじゃないわよ。いるならいるって言いなさいよ。っていうか見てんじゃないわよ。ぶっ殺すわよ。お気になさらないでください。キャル様、キャル様が主様のためを思い、物語などでよく見られるメルヘンチックな解決法を試そうとしていたのは理解しています。思えばネビア様もよく言っておられました。可愛い子にブチュッとされたらドキドキして目が覚めると。ですので私、温かく見守っていようかと。見守らないでくれない。てかシェフィー、あんたさっきからうわーしか言ってないのよ。何のリアクションなの。笑うなら笑いなさいよ。キャル様、恥ずかしがる必要はございません。どうぞ続きをなさってください。何でしたら私も次に試してみようかと。やんないわよ。っていうか初めからしようとしてなかったし、ただの冗談。うわあ、ああああ、まあまあ大変です。あまりの衝撃にシェフィー様が赤ちゃんに。赤ちゃんになりたいのはこっちよ。ん、どうしたのよ急に立ち止まって。ギルド管理協会主催の新春書き初め大会のお知らせ。新年なんだから書き初めくらいおかしくないでしょ。商品を見て。商品は特大招き猫。あんたこんなのが欲しいの。邪魔なだけでしょ。とは言ったものの
特大招き猫、ちょっと可愛い。ギルドハウスに置きたいかも。しょうがないわね。あんたが特大招き猫欲しいって言うなら協力してあげるわよ。頑張ってじゃなくて、あんたも参加するのよ。当たり前でしょ。さて、書き初めの道具も揃えたし始めるわよ。何よって、書き初めに決まってる。ああそうか、あんたそもそも書き初めが何か分かってなかったのね。お手本見せてあげるから見てなさい。まずはこんな感じで墨をすって、筆で今年の目標を書くの。紙には裏表があるから気をつけなさい。あれ、どっちが表だったかしら。確かツルツルしてる方よ。合ってるきっと。じゃあ字を書いていくわよ。何がいいかしら。無難に家内安全とか。とりあえずそれでいきましょう。家内安全とは。はい完成。どう？何よその目は。下手くそって言いたいの？しょうがないでしょ。ずっと野良猫みたいな生活してたから綺麗な字の書き方なんて習えなかったのよ。ほら、お手本見せたんだからあんたも書きなさいよ。二人いればそれだけ特大招き猫もらえる確率も上がるわよ。いい返事ね、その息よ。期待はしてなかったけど、やっぱりあんたも下手くそね。ごめんって別に謝ることじゃないでしょ。努力して上手くなればいいのよ。そのために紙をたくさん買ってきたんだから。その代わり諦めるのは許さない。まああんたはそんなことしないか。とにかくやれるだけやるわよ。多分ここをこうやってこうした方がうまく見える気がするのよね。で、ここはこう。あれ？うまくいかないわね。向こう側から見てた時はなんか分かった気がしたんだけど、もう一回ここをきちんと止めて、こっちはスッと払って、ここはキュッと跳ねるイメージで、次はと、はあ、そう急にしゃっくりがね。困ったものね。せっかくうまくいってたのに。ヒックどうしよう。よく考えたらこの体勢抱きついてるのと変わらないじゃない。しかもこいつは平然としてるし、ちょっとは孫ついたりしなさいよ。一人で空回ってバカみたい。いちいち言われなくても知ってるわよ。満足な出来になるまでこのまま練習続けるわよ。どうしてあんたはいつも、もうダメだって思ってたのに、諦めようって思ってたのに、こんなことされちゃ好きになっちゃうじゃないのよ。言っちゃったわ。でも本当よ、前から私あんたのこと、でも私なんかが好きになっちゃダメなのに、
あんたにも迷惑なのに、わかってるのに、なのにどうして、どうしても諦められないの。歯向かうつもり？けれどあなたたち二人が力を合わせたところで、この私にかなうわけがないでしょう。ねえ、手を握ってほしいの。ほんの少しでいいから。私たちはつながることで強くなれる。へえ、ここがあんたの部屋ね。男子の部屋ってもっと散らかってるもんだと思ってたけど、案外綺麗ね。っていうか、考えてみれば私、男子の部屋に入るの初めてだわ。なんかそう意識すると緊張してきた。え、顔が赤い？気のせいよ。ジロジロみんなぶっ殺すぞ。それよりほら、さっさと耳つけなさいよ。ゲームやるんでしょ、ゲーム。そうそう、この前耳で振り袖をスキャンさせてもらったでしょ。あれ一回だけ装備してみたのよ。そしたら結構ヤバそうな能力してたのよね。うまくやればカンストダメだって狙えるかもしれないわ。それもちょっと試してみましょうよ。それじゃあ始めましょう。ママにバレるかもなんて心配しないでゲームできるなんて幸せだわ。一足先にこいつはダイブしたみたいね。気持ちよさそうに寝ちゃって。ちょっと肩借りるわよ。直接言うのは恥ずかしいから今言うけどさ、一応あんたにはいろいろ感謝してるのよ。初めて会った時、お金を貸してくれたこととか、ハンバーガーをおごってくれたこととか、特に海まで一緒に歩いてくれたことは一生忘れない。海まで行くのに何時間もかかるのに、あんたには何の得もないのに、ひたすら一緒に歩いてくれたっけね。結局海に着いた頃には真っ暗で何も見えなかったけれど、二人で歩いたあの時間は私にとってはすごい冒険で楽しかった。多分普通に修学旅行に行くよりもずっといい思い出になったわ。ありがとう。きっといつか恩は返すわ。あんたが大変な時は私が絶対に助けるから、約束する。自分で言うのもなんだけど、私って面倒ね。なんで直接言えないんだろう。まあいいわ、言いたいことも言ったし、ログインしよう。こいつとアストルムで遊べる時間は限られてるんだから、短いその時間を大切にしなきゃ。